今日のお題はですね、ブレーキパッドの当たり付けをしたいと思います。僕が使っているブレーキパッドはディクセルのエクストラスピードっていう7000円台ぐらいで買える安いパッドを使っております。10分ぐらい、70% ぐらいの動力で走って、10分ぐらい冷まして最後アタックをかけたいかなと思います。まあ雨でウェットですけど水たまりもない感じですし、なんとかなるかな。前のタイヤがちょっと古めの溝がないやつです。さて、溝がないやつなので、コースから飛び出さないようにしたいと思ってます。あと、ランさんサインありがとうございました。ランさんにサインをいただいたんですけど、この前ちょっとお会いした際に、まあ、車だけ速くてもしょうがないんだよって言ってみえたんで、すごくある意味嬉しかったです。やっぱり車が速いっていうよりはドライバーが速いっていう方を目指したい。速いっていうよりは上手いっていうかね、まあ、速さには限界があるんですけど、上手さを積み上げていきたいと思います。相変わらず電子制御壊れてます。エンジン制御どうなんでしょうか。またどなたか教えてください。ガソリン2メモリなんで10分もか。あと2分ですかね。ちょっと出るか出ないか分かりませんけど、目標タイムを1分4秒5にしてみました。まあ溝ないからちょっと無理かな。まあ挟んだら、まあ最初ね、発動の当たり付けもありますし、いきなり全開っていうわけにもいかないんで、
サンドのアダルスケーチョコイで終わりにしようかなと思うんですけど、想定以上に滑ります。まあ、5秒遅い感じですかね。まあ、タイヤもありますし路面もあるし、大体ターンインの時にアクセル踏んでない時に滑るっていうのはかなり路面がやっぱり滑ってると思うんで、まあ練習にはめちゃくちゃいいですね。アンダーとオーバーがすごい分かりやすいんで、ポイントを探すのにはうってつけな路面やと思います。これで速い人が本物でしょうね。でもう一回行ってみたいと思います。